どうもこんにちは、家事編集部です。レースに向けてダイエット始めました、編集部の中村です。スケボーの堀米優斗くんに憧れてます。めちゃくちゃ会いたいです。編集部の松山です。海関係ない今年のクルージングの目的地は北海道。編集部の森口です。そして家事編集部に大型新人が入りました、友田くんです。はじめまして、友田恭介です。海とヨットが好きで家事編集部に入りました。よろしくお願いします。すごい、聞くところによると友田くん太平洋を単独で横断していると。すごすぎる。すごい、何歳の時に。はい、26歳の時に太平洋ヨットで横断しました。ヤマハ 26C、 はい、素晴らしい。とんでもねえやつが入ってきましたマジでやべえ編集経験もありますんで、もう素晴らしいセーラーとしても編集者としても素晴らしい、そんな友田くんが参加しました。家事4月号の特集は何でしょうか。はい、会場トラブル対策要覧です。お、トラブル特集、はい、これは落水者の目線っていう感じの写真になってますが、ボートレビュー記事で山岸カメラマンが海の中から撮ってくれました。水中カメラすごいですね、はい、迫力ある写真撮ってます。泳ぐの好きですからね、はい、その特集がこちらです。おお、すごい。自分の身を守る知識と技術と題して、様々なトラブルを検証しています。どのくらいのケースを検証してるんですか。全部で8個のケースを検証しております。あー、強風ね、恐ろしい荒天、落水車、これ大事です。座礁したくないしたくない。あ、こういう勉強的なやつも、はい、スポーツルールのおさらいです。わ、エンジンは苦手な人多いですからね、はい、ディスマストもしたくない。天気予報もね、田口さん、そう、まさともさんはどんなことを教えてくれたんですか。はい、事前にシミュレーションして備えておくことの大切さを語っていただきました。大切、何度も話してますからね。あ、天体、あ、この乗ってました。見覚えあるな、見覚えあるな。沈没寸前でした、はい、怪我もね、ファーストエイド大切です。最後は反省文が載っております。はい、はい、お、堀江さん、こちら、太平洋横断に挑む堀江健一さんのに渡米前の、うん、堀江さんに聞いてます。船を先にサンフランシスコに、はい、送るんですよね。船を船でシッピングですか。はい、シッピングです、ね、ちっちゃいから飛行機でも行けそうだけどね。そうですね、まあ、飛行機高いですからね、はい、お、すごいですね、報道陣がいつにもなく、はい、20社報道陣。おー、すごいですね。熊田くんは何日ぐらいで横断したんですか。私の時は78日間でした。78日間、はい、確か堀江さんは2ヶ月半、まあ、船のサイズがね違うから、そんなもんですか。まあ、大体それぐらいですよね、はい、でも小さい方が不利なのは間違いありません。なるほど、今年もね、これですから、さすが冒険家、素晴らしい。お、先日、DMG 森セーリングチームのミニ 6.50 が葉山港で浸水しました。すごい、ミニトランザットの正式艇ですね、大西洋横断レースの、はい、この船も中古なんですけど、すでに2度大西洋を横断しています。お、ちょっと、あ、社長もいる、森社長もいる、すごい。これはどこに行ったら見れるんですか。はい、神奈川県の葉山港で係留されています。興味のある方はいつでも乗りに来てねと白石浩二さんも言っておりました。本当にいいんですか。行きますよ、はい、いいと。ちょっとマジで運転してみたい、乗ってみたい。ちょっとこれから改良を重ねるそうです。これは建造中の、はい、フランスのロリアンのチームのベースでは今2艇新しい船を作っています。スコータイプですね、早いです。あ、はい、これも皆さんもご存知と思いますが、石原慎太郎さんがお亡くなりになってしまいました。本当に残念です。湘南マフィアの、ね、最後の一人でした。戸田さん、のぼてるさん、バンバ会長、田上さんから追悼のお言葉をいただきました。改めましてご冥福をお祈りいたします。そして家事4月号のプレゼントは何ですか。はい、ハーテンサプライ合同会社からデッキシューズを。かっこいいね、おかみさん、高そうですけど。裏こんな感じで。あ、滑る、もうすんげえ滑んないやつですね。洗剤塗っても滑る。すごいです。はい。大きさは
大きさ25センチ。15センチ、うん、女性だと大足、うん、男性だと小足かな、うん、はい。あと、リスエルファクトリーとバルテットマガジンのコラボアイテム、うん、ビネーカーのセール、うん、これ実物じゃないんですけれども、うん、ここら辺ロゴが入ります、はい、もうちょっとこれ全体を見たい、はい、おー、なるほど。アミコさんもね、色も多分変わります。何色が来るかは。何名様でしたっけ、5人当たります。今回すごいね、なんかプレゼントが充実しております、はい、超ヨットね、プレゼント充実の4月号は、3月4日発売になります。ぜひ買ってください。買ってくれ、買って。じゃんじゃん。